起源。サイの祖先は古生代の絶滅事象を生き延びた哺乳類の一部でした。彼らは草食性で植物を主食とする生活をしていました。中心世に入るとサイの祖先はさらに進化し、現代のサイに近い形態を持つようになりました。この時期にはサイ科の多様な種が存在しました。サイはアフリカとアジアに分布しています。アフリカにはフリカゾウやホワイトサイ、アジアにはインドサイやスマトラサイなどの種がいます。サイは大型の草食動物であり、体長は約3から4メートル、体重は1から3トンにもなることがあります。彼らの皮膚は厚く粗い質感を持っており、肌は非常に分厚く硬質で 1.5 から5、0センチの厚みを持ち、格子構造になったコラーゲンが層を成しています。サイの目は比較的小さく前方に配置されています。これは彼らが主に草を食べるためであり、遠くまで視界を広げる必要がないためです。しかし彼らは聴覚や嗅覚を非常に優れたものを持っており、これらの感覚を駆使して生活しています。サイの最も特徴的な部分は頭部に生える角です。一般には前方に向かって伸びた長い対の角があります。これらの角は主にオスに生えるもので、種類によって形や大きさが異なります。彼らの角は骨や髄から成長し、成長速度は個体によって異なりますが、年に約 2.5 センチから7、5センチほど成長することがあります。材質は象牙と同様にケラチン質からできており、象牙と同じ素材であるため密漁者によって密かに取引されることもあります。またオス同士の縄張り争いやメスを引きつけるために使用されます。角を使って地面を掘ったり木をこすったりする姿は彼らのテリトリーを示す行動の一部です。サイは主に草を食べるため、その口は大きく開きます。歯は平らで広く、草を刈り取るのに適しています。彼らは1日に約 100kg もの草を食べることがあります。サイの寿命箸によって異なりますが、一般的には20から50年ほどです。健康状態や環境条件、生息地の安定性などが寿命に影響します。サイは体表から発汗することができません。そのため暑い環境下でも体温調節をするために泥をかぶるなどの行動をとります。泥をかぶることで体表の熱を放散し、体温を下げる効果があります。サイは一般的にソリタリーを送るとされていますが、食料や水場が豊富な地域では一定の社会性を示すことがあります。特に母親と子供の間には強い絆があります。サイの赤ちゃんは非常に可愛らしい外見をしていますが、成長するとその可愛さは力強い姿に変わります。赤ちゃんサイは母親に守られ、しばらくの間は母親の乳を飲んで成長します。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録お願いします。